経済とは、社会全体で財やサービスがどのように生産、配分、消費されるかを研究する学問です。ここでは、経済に関する基礎的な知識をいくつかご説明します。1、経済主体。経済活動において、主に3つの主体が存在します。それは、企業、家計、政府です。企業は製品やサービスを生産し、家計はそれを消費します。政府は、市場のルール作りや社会保障、税制度などを担当します。2、資本主義。現代の経済は、資本主義という経済システムに基づいています。資本主義とは、利益を追求する企業が市場に自由に参入し、競争が行われることで生産性を高め、経済成長を促す経済システムです。3、供給と需要。経済において、供給と需要が重要な役割を担っています。供給とは、製品やサービスを生産する側、需要とは、製品やサービスを消費する側のことを指します。供給と需要がバランスすることで、市場は安定し、経済成長が促進されます。4、国内総生産、GDP。国内総生産、GDP、とは、ある国で生産された全ての最終財やサービスの市場価値の合計です。GDP は、国の経済成長の指標として用いられ、国の富や生活水準を測ることができます。5、インフレーション。インフレーションとは、物価が上昇し、お金の価値が下がる現象のことです。通貨供給量が増えたり、需要が供給を上回ったりすることが原因となります。インフレーションが進むと、物価が高騰し、経済が不安定化することがあります。6、経済政策。経済政策は、国が経済を調整するために行う政策のことを指します。例えば、景気刺激策や財政政策、金融政策、貿易政策などがあります。これらの政策は、インフレーションの防止や失業率の低下、経済成長の促進などを目的として実施されます。7、税金。税金とは、国や地方自治体が徴収する公共財のための資金です。主な税金には、所得税、消費税、法人税、地方税などがあります。税金は、国や地方自治体が提供する教育、医療、公共交通機関、災害対策、福祉などの財源として利用されます。8、国際貿易。国際貿易とは、国と国との間で財やサービスの交換が行われることを指します。国際貿易において、各国は比較優位を持つ分野で生産性を高め、自国の製品やサービスを海外に輸出し、輸入品を調達します。国際貿易は、各国の経済成長や生産性向上に大きく貢献するとされています。9、市場経済と計画経済。市場経済とは、企業や家計が自由に財やサービスを生産し、需要と供給に応じて価格が決まる経済システムです。一方、計画経済とは、国家が中央集権的に経済活動を調整し、生産計画や価格を決定する経済システムです。市場経済が自由競争に基づく経済システムであるのに対し、計画経済は政府が指導する経済システムとなっています。以上が、経済に関する基礎的な知識の一部です。経済は、政治や社会、環境など様々な要素と絡み合い、複雑なものですが、これらの基本的な概念を理解することで、経済をより深く理解することができます。